ダウンロードした型紙を折って切るだけでとっても簡単にできる鯉のぼりです。型紙をプリントアウトしたら、印刷した方が外側になるように半分に折ります。白い方が見えるように裏返したら、端に印刷されている線に合わせて折ります。もう一度線に合わせて折ると切り取り線が見えます。この線に沿って、まず鱗の部分を切ります。ハサミで切りやすい方に向けて、端から切っていきます。二つ目を切るときは、上下をくるりとひっくり返すと切りやすいです。これを繰り返していきます。表と裏で線がずれていても、鱗模様はきれいにできます。鱗を切り終わったら、折り目を一つ開きます。尻尾と目はこの状態で切ります。目玉の部分を切り落とさないように1センチほど残して切りましょう。最後に端の線の部分を切ります。この時輪になっている折り目の部分も少し切り取ります。開くと、鯉のぼりが2匹できます。白のコピー用紙で作ると、鯉のぼりの形の雲になります。色上質紙を使うと、赤や青の鯉のぼりができます。目玉には丸シールを貼るといいです。黒い色上質紙には直接印刷できません。プリントした型紙の切り取り線がある部分を切り取って、スティックのりなどで仮止めし、折ったり切ったりしてください。とても簡単に作れるので、楽しみながら作ってみてください。